台湾の復建系漢族の農家土地工業台湾の文化本校では台湾の文化全般につい幅広く紹介する。ベルム表記台湾はアジア大陸と地続きであり、この時代台湾北部に阿ミガ文化、南部や東部に長浜文化の遺跡が確認できる。長浜文化は旧石器文化に属すと考えられている。BC7000 には 石膏省のカボド文化と関連すると考えられる大、公文化が台湾全土に広がり、牛馬と牛茂子文化などに引き継がれる。この頃を当初化していた台湾に演算文化が伝えられる。分類については、まだ発展、整理の途上であり、正式なものではない。台湾発祥のもの以外でも台湾に深く根付いているものはこの記事に含まれる。台湾の文化は、 台湾の地理的な特殊性により、他民族の文化が長期間にわたり融合し、形成されたものである。一般に、漢文化を主体としていると考えられているが、台湾原住民による南東文化や日本文化の影響を強く受け、また最近では、欧米文化の影響もあり、変化に富む多様性のある文化がその特徴である。台湾原住民は、現在40数万人が、 台湾内に居住している。人類学や民族学の視点より原住民の建築、焼き畑農業、入れ墨、被服、舞踊などが研究され、南東文化に近い文化を有していることが明らかとなっている。平野部に居住する原住民は勘化が進んでいるが、それでも部落組織に関しては独自の習慣が残っている場合がある。ヌン族では、不景社会、 アミ族では、母系社会と原住民の間でも異なる文化を有している。原住民は、ソレイ信仰を重視し、山上にソレイが居住するとともに、俗人の法上を見守っていると信じられている。各原住民は、それぞれ独自の法上祭の祭祀を行い、ブヌン族の謝辞祭や、小米祭り、サイシャット族が各年に行う、ワイタマ祭り、タオ族のトビウオ祭り、 パイワン族の五年祭、プユマ族のアリウミ祭、サル祭り、スキソウ祭りなどが存在している。このほか原住民の工芸品に関しては、ルカイ族の陶器やルリ工芸、ブヌン族の川ヌ、サオ族の比較工芸が、音楽は、ブヌン族やアミ族の無半音の西音階などそれぞれ特色を有している。移民系であるハッカは、その開墾事業を行うために、 一族の団結が求められ、そのため、古代中国の中原地区の言語、風俗、習慣などの特徴を残した文化を現在に伝えている。建築面では、台湾客家は、総祠や、校長塔などの独自の建築様式を有している。建材はその土地で入手可能な土、レンガ、木材、蓄材などを利用しており、台湾では、 復建系の紅線紅瓦が多用された建築が一般的である。代表的なものとしては、新築圏の北保填水道橋や、平東圏の余冬章や、六体帯だしぶさ、ミノロなどが挙げられる。衣服面では以前は独自のアイスぎを日常着用していたが、現在では、ほとんど見ることがなくなっている。しかし近年では、 発火花布を用いてデザインした発火杉が登場し新しい発火文化として紹介されている。現在でも発火人の俗組意識は高く、台湾では2001年に内政部内に発火委員会が設置され、また台湾発火文化芸術説、発火東火祭、発火電子台など独自文化を継承すべく積極的な活動を行っている。日本による 台湾統治は50年に及び、その過程で日本文化が流入するとともに、東京鉄道や遠行鉄道、工業鉄道、林業鉄道などの各種鉄道網の整備やか、南大と実月深水湖の建設など社会インフラの近代化が行われた。さらに、太平洋戦争中は台湾総督府が主導する公民化運動が推進され、日本語の普及や、 日本生への改正、神社の混流等を通じて、日本文化が台湾人の家庭に定着することとなった。当時流入した日本語は現在でも台湾の社会において使用されており、中国大陸との単語の差異を生じている。その例を挙げれば、日本語での漢字表記が定着した、弁当、刺身、看板、注文、気持ち、日本語の発音を翻訳した、天ら、 グロリーなどがあり、現在でも大衆表や、カンバチャなどのように新しい表現が誕生している。台湾には、中国福建省や関東省より大量の移民が入植したことで、漢文化の影響を強く受け、祭事に関しては、河南地域と類似している。それら祭事の中でも、春節、単語節、中秋節は、台湾の三大節喜びと称され、 それ以外に原小説、生命説、中原説、七夕などの肝人の伝統的な節日が祝われている。しかし、台湾独自の祭祀として、迎えます。塩水鉢、方東港き京泉、頭城倉庫等も存在している。ありがとうございます。